中京 TV スポーツ。今年の名刀ってどんなチームですか？今年名刀はですね、去年までは、まあ、5バックでずっと守ってでショートカウンター狙っていくチームだったんですけど、もう今年からやっぱコンビネーションというかビルドアップを大事にしていこうっていうチームの方針で、でも後半あの抜け出しから、まあ、1本決めれたのが良かったです。最後シュートは無心でいきました。まあ、おそらく格上が相手だと思うんで、まあ、でもうちは格上に慣れてるので、まあ、ベスト4を狙っていってます。